さまざまなお宝楽器が眠る黒沢楽器店。その黒沢楽器店に富吉ミュージックスクールの講師が潜入し、楽器を弾き倒すこの企画。さて、今日はどんなお宝楽器と出会えるんでしょうか。はい、ではご紹介いたしますのが、はい、マーティン、00L17、というモデルになります。今年2016年のニューモデルということですね。リリースされたモデルなんですが、大きな特徴の一つというのが、もうこのオールサテン仕上げ、ボディからネックまでこのサテン仕上げになっているんですね。でカラー名がこれブラックスモークというこの名前になってます。はい、もう本当に戦前 の、 その、まあ、ギブソンなんかもね、こう彷彿させるようなスタイルのデザインになっているんですが、はい、まずまあ外観上ですね、まずヘッドデザインもこのマーキスロゴとい う、 こう戦前 の、 そのマーティンのヴィンテージにこうあったですね、タイプだったりとか、ペグもこういうエイジドパーツですね、ホワイトボタンで、こういう本当にヴィンテージフレーバーたっぷりなデザインになってまして、ボディの、トップの方もですね、はい、こういう例えばブリッジなんかもこうストレートタイプでしたりとか、バインディングとかこのピックガードもこのアイボロイドっていうですね、アイボリー の、 そのカラーをしたですねタイプのものが使われてます。ちなみにネックは細身で非常にこう握り込みがしやすいんですが、ナット幅がですね若干ちょっとこう広めなタイプになってまして、ブリッジの玄関ピッチも少し広く取ってありますので、ストロークもやりやすいんですけど、やっぱフィンガーピッキングもですね非常にやっぱりやりやすいっていうのもポイントです。なんか最初弾かせてもらいまして、はい、このサイズでこの音量が出たことにすごいびっくりしたんですけど、はい、そうですね、これなんか秘密があるんですか。そうですね、まあ強いて言うとするとやっぱりその塗膜が薄い分すごく豊かになりやすいのと、中のその構造がですねちょっと細身のブレーシングで、かつこうスキャロップのというちょっと少しブレッシングをすごく削ってですね、こうレスポンスを良くするという、まあそれもヴィンテージの手法なんですがっていうのが使われているので、まあ本当にそのヴィンテージの楽器に負けないようなこう大きななりっていうのを獲得してますね。ルックスがやっぱりいいですよね。そうですね、単純に本当に旅行に持ち歩いてちょっと河原でちょろっと弾きたくなる。そうですね、サイズ感もいいですし、はい、まあ、見た目も本当に愛着がこう湧く感じだと思います。はい、はい、手触りもいいと思いますね。そうなんですよね。じゃあちょっと実際に弾いてみたいと思います。はい、お願いします。はい、
晴らしいですね素晴らしいですねあの17シリーズのその伝統的なところで言うとやっぱりマホガニーボディなんですね。ただこれはトップがシトカスプルースがこう扱われているっていう点でちょっとギブソンライクなところも感じさせつつやっぱりあくまでこのマーティンサウンドですね、はい、マホガニーのこうほっこりしたこう温かいこうすごく人間臭い部分もこうありながら高音源のプレーン弦のその伸びやかさだったり中音域の豊かさだったりっていうのはもうマーティンそのものですね。なのであのストロークでこう弾いていただいても非常にこう気持ち、はい、気持ちよかったですね。あの倍音感があの楽しめるとは思います。はい、